2018年12月16日、帯広市民文化ホールはまばゆい舞台を華やかなダンサーたちが彩る日でした。帯広市民が毎回楽しみにしている夢物語、帯広市民バレエの公演です。演じるのは帯広でバレエを学ぶ子どもたちやゆかりのソリストたち、そして演奏は創立30周年を迎えた帯広交響楽団です。市民参加型のバレエとオペラ公演は1997年から数年ごとに開催され、今回はとっても愉快で楽しい人気の作品コッペリアです。バレエ上演は舞台芸術作品として物語、音楽、舞台美術、衣装、振り付けなどが総合的に作られた美しさを関わる人たちが一体となって実演することが魅力です。実演するダンサーは鍛え上げられた体と演奏曲を理解する音楽性、そしてキャラクターを演じる力を一体として臨んでいるのです。演奏する音楽はバレエ上演のために特別に録音されたものを用いられるケースが多いですが、帯広市民バレエでは毎回帯広交響楽団による演奏という本格的な上演です。コッペリアは初めてバレエを見る方に分かりやすくて楽しいストーリーの作品。ポーランドガリシア地方の村を舞台に若い男女の恋模様を人形師コッペリウスの秘密をメインに楽しませ、場面ごとのキャラクター性あふれる踊りや主役2人のパドドゥ、すべての登場人物による華麗なフィナーレが見どころです。この帯広市民バレエオペラに取り組めるのは中核的な団体である帯広市民劇場運営委員会があるからです。美術館の誘致、あれでミレー展を開催したりなんかして、でそれを境にしてね、今度はもうそういう商品事業ということからやはり転換して、やっぱり地域のね、まあ、文化事業とか文化団体とか、それをやはりしっかりフォローしようと、でそういうことに切り替えていったんですよね。でその切り替えが結局はやはり帯京誕生の一つの大きなやはりアクションを起こすことになったんでしょうね。もう出来すぎですよね。もうここまでね、非常に皆さんずっと継続してねやっていただけることになるというふうには当初はすごく不安でしたから、でやはり皆さんの頑張りでしょうね。それとやっぱり質の高さを求めたというか、最初からですね、もう最初からプロの指揮者で帯京立ち上がりましたからね、これがやはり現在に至っているその部分でしょうね。演ずる側のアーティストたちのそのひたむきな熱意じゃないですか。それに我々が揺り動かされて、よし支援しようと協力しようということで、彼らのできない部分を我々が例えば経済団体とか行政とか折衝がっちりと協力にサポートできたというか、それががっちり歯車噛んだと噛み合ったという、これが成功の要因でしょうね。やはりそこには市民劇場の存在というものが大きいですね。そしてそれともう一つ、やはり帯広交響楽団が帯広市にできたっていう、この要素はかなり大きいと思いますね。帯広市民バレエオペラを誕生させた帯広市民劇場運営委員会、そして市民オーケストラ帯広交響楽団が生まれるのです。踊ってる方からはCD で合わせて踊るのと違って、やっぱり生で踊りたいっていう声がすごく上がりまして、私たちにとりましてもこういう機会がなければ、そういう大きな総合芸術ですか、そういうのができませんので、いい経験にもなって、ただの定期演奏会でシンフォニーを演奏しているとは違って、難しさもありますけれども、逆に楽しませていただいている部分もあるかと思います。
子どもたちにとっては生涯記念に残るとてもいいプレゼントをしているのかなっていう感じはしております。さらに帯広の文化芸術の拠点、帯広市民文化ホールが1989年にオープン。市民バレエ、オペラの上演に関わる舞台、照明、音響面をスタッフ全員で支えているのです。憧れじゃないですけど、ここでできるのが嬉しいって言ってもらえるのは、その管理している側にとっても大変嬉しいことです。はい、思いに応えてあげたいなというか、その思いに応えてあげなきゃな、踊ってよかったな、参加してよかったな、またやりたいなってか、もしかしたらここからそう世界的なダンサーが誕生するかもしれないので、そんなきっかけになってくれるんであれば、ね、下の力持ちとしては、支える側としてはとても嬉しいことですね。市民一人一人、そして地域に根ざした企業などが応援する体制が整い、さらには数多くのダンサーや声楽家などの実演家を輩出してきた指導者、団体が手をつなぎ合い、市民バレエ、オペラが誕生したのです。1997年に帯広市民オペラの第1回作品、カルメンが上演され、市民オペラはこれまで5作品。そして市民バレエではくるみ割り人形が3回、そして今回のコッペリアを上演。帯広、さらには十勝の舞台芸術に多くの夢や希望を生み出していっているのです。市民バレエの場合は帯広さんの生の音で踊れるっていうのが一番で、とても毎回参加させていただいて楽しく、いろんな体験をさせてもらっています。いつもあんまり感じないような楽器でたくさん踊れるのがすごく嬉しいです。ここの地域に住んでてよかったなって思います。毎回すごい楽しみにして出ているので、とても自分の勉強にもなるし、いい経験になると思ってやっています。違うスタジオの子同士と踊るっていうのはあまりないので、そこで一緒にその時たくさん練習して仲良くなれるっていうのもいいなって思います。楽しめばお客様も楽しんでくれるかなと思っているので、しっかりその部分を意識して頑張りたいと思います。市民バレエからプロのダンサーに羽ばたいた人たちの中で、飛永海さんは3歳からバレエを始め、第2回目の市民バレエから参加し、現在は NBA バレエ団で活躍しているのです。全国的に見てもこのバレエダンサーとのオーケストラの演奏者たちが一致団結して取り組むということはなかなかない機会だし、その珍しい機会に参加させていただけるということはすごい光栄なことなので、今回このような市民バレエにゲストとして呼ばれていただいて本当に嬉しかったです。前回の市民バレエがちょうど高校3年生だったので、また次回市民バレエやるときにはもうプロになってたいっていう気持ちはあったので、で、まだプロになって1年も経ってないですけれども、市民バレエで呼ばれると思っていなかったので、すごい感激しました。日本を代表する振付家、指揮者たちは帯広の市民バレエ、オペラをどのように見ているのでしょうか。もう本当に全国的に見ても珍しい企画だと思います。特に会館とそれからバレエなり、今回バレエですかと、オペラの人たちも含めてオーケストラとこう合体してやっている、こういう形っていうのはもう割とめったにないんですよね。どっちかというと、例えばバレエがやりたいからオーケストラが雇われるだとかなんだとか、そういう形でやっていくとやっぱりどっか歪みが来ちゃうんですよ。ですからこれは全国的に見ても誇るべきスタイルだと思います。でこれでね、市民の皆さんにお願いしたいのは、バレエの人たち頑張ってるねとか、オケの人たちいつも大変だねとかいうんじゃなくて、このプロダクション自体が市民の皆さんにとっての我々の財産だという意識が、これからつながればつながるほど全国にもっと胸を張ってね、自慢できる企画になるんじゃないかと思います。市民の輪をどんどん広げていって、それこそお客さんの方が
やんないの、いつやるのっていう感じになるぐらい の市民のムーブメントになっていってくださったら、これは無理のない形で本当にできると思うんですよ。市民の皆さんからの押し上げがあって続くっていうのが一番本当に末永くこういう企画が残っていく一番いい形じゃないかと思います。他にはあまりないことで、でましてオペラの方もずっと続いてますし、もちろん今回のバレエの公演でも本当にオーケストラもまた市民の、オーケストラを使って、これ本当に一体として公演がなされているっていうのはなかなか、他ではない企画だと思うので、ぜひこれからもいろんなところがやっぱりまた参加するというか応援をしていただいて、この帯広がまた一つの中心になって、そういうのがいろんな市町村でまた拡大して芸術文化が発展していくことをすごく心から願っていますけど、私は第1回目の市民バレエを演出振り付けさせていただきましたけども、それから見るとかなりやっぱり小さいお子さんが非常に何て言うのかな育ってるというか、それは先生たちのご努力がすごくあると思うんですけども、随分レベル的にも帯広としてまたそれが北海道また日本のレベルとしても日本のレベルからしてもやっぱりかなり高くなっているっていうのは私は感じてますけど、4年に一度そのオペラとまたバレエっていうのをやってるんですけども、これが本当にもっと短い間隔で、例えば年に一度そういう催し物が帯広で開催していくことによって、また帯広が出発点だみたいなところを見せていってほしいなと思っております。第4回帯広市民バレエコッペリアの上演が終わり、そして明日から新たに帯広が育む市民参加型のバレエ・オペラの歩みが進んでいくのです。